ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。この間怖い話を聞いてたんだけど、かつての処刑場跡っていうのはいっぱい登場するのね。そうだな。特に江戸にはたくさんの人が住んでただけあって、たくさんの処刑場があったしな。悲しい歴史ねー。とはいえ、どんなことがあったのか知りたい味馬根性もあるわ。最近あえて負の遺産を巡るっていうのもブームだしな。それじゃあ今日は日本史のヤバい刑場5000について解説していこう。それじゃあゆっくりしていってね。江戸時代の刑罰。まずは江戸時代にどんな刑罰があったか見ていこう。荒れに荒れた戦国時代が終わりを迎え、徳川家康によって江戸幕府が開かれた。約260年間にわたって平和な時が流れた江戸時代だが、初期は法整備も進んでおらず戦国時代の残虐な刑罰が残っていたと言われる。この罪を犯したら、この刑を受けるっていうのが明確に決まってなかったわけね。しかし徐々に法律が整備され、残虐な処刑や拷問を良しとしない民衆の声を受け、江戸中期の1742年に刑法や民法をまとめた公事方お定め書きが定められることになる。これにより、公的に処刑や拷問に対する条件や方法が決定された。今でいう刑法、法律が決まったってことね。簡単にまとめると処刑方法は下手人、死罪、家罪、獄門、貼り付け、のこぎり引きの6つだったが、拷問方法は入れ墨、鼻そぎ、串刺し、身体切断、舌切り、など挙げればたくさんあった。聞くだけで恐ろしいわね。なんで処刑方法に死罪があるの？死罪とは6つある処刑、つまり死刑方法の1つの種類なんだ。ちょっと勘違いしやすいけど、後で詳しく解説するぜ。ふーん、ちょっと違うのか。罪を犯せば誰もが合議にかけられ裁かれる時代になった。身分問わず全ての人が裁きの対象となり、裁判関係者の合議によって刑罰の判決が行われるようになった。江戸時代でいう遠山の金さんとか、大岡越前ね。遠山の金さんや大岡越前でおなじみ、罪状を言い渡すシーンに登場する奉行所のお知らせは、いわば現代の裁判所や法廷というわけだな。容疑者はここで判決を言い渡された。それで遠山の金さんとか、大岡越前は裁判官なわけね。実は古代では死者やたたりを恐れるあまりに死刑を中止した。しかしやるかやられるかの下克上の中世を過ぎて江戸時代に入ると、厳罰として死刑制度を導入し、見せしめや第二の犯罪を抑止するための刑の執行もあった。そうか、見せしめね。江戸時代は公事方お定め書きによって、法の整備はされたとはいえ、中には独自の判断によって処刑や拷問が秘密裏に行われていた。まあ今の時代でも納得いかない裁判があるくらいだしねー。さらに現代の裁判のように厳密な調査を行うことも難しく、明確な証拠を揃えられずに権力や身分の違いで刑を確定することも多かったから、冤罪がかなりの数に上った。そうよねー。証拠を集めるったって、今みたいに指紋を集めることもできないものね。犯罪発生から刑の執行までの流れを見ていこう。まず犯罪を犯し捕まると、町奉行に御用となる。その後奉行所で判決を受けて監獄に入れられる。余罪や嘘がないか拷問され、ほぼ自供の内容で処刑が確定する。そして市中引き回しにされ刑が執行されるわけだ。市中引き回しの上打ち首獄門、ってよく言うじゃない？打ち首獄門っていうのは斬首のこと？打ち首とは斬首のことで、獄門は死刑の種類のこと。つまり首を跳ねるだけでは足りないから、死んだ後も死内にさらし首にする、というわけだ。相当に重い罪とされたのね。江戸時代の処刑について、公事方お定め書きに書かれている死刑の種類について解説しよう。まずは下手人だ。処刑方法は斬首で、死刑の中では最もポピュラーであり一番軽いとされた。どんな罪だと下手人になったの？罪状は殺人でも誤って殺してしまったり、やむを得ず人を殺してしまった場合のみや、被害者も加害者もいずれも身分が同等であることが条件だった。執行後も遺体は遺族によって引き取ることができ、個人を弔うことも許されていた。罪人でも一定の恩情があったってことね。まず罪人の前には大きな穴が掘られ、落ちた首がこの穴の中に転がるようにした。斬首は残酷に見えるが、痛みは一瞬なので死刑の中では一番軽いとされていた。だから死刑の中でも軽い刑なのか。下手な処刑人だと、罪人に余計な苦痛を与えてしまうため、奉行所はプロの処刑人に依頼し一瞬で絶命できるよう考慮していたそうだ。斬首刑の後の遺体を片付けるときは、落とした首は井戸や川で洗い清めてから牢に入れられた。何度も首を打ち損ねたら地獄でしょうねー。次は死罪だ。処刑方法は斬首で、罪が重い場合は晒し首とされた。罪状は下手人以外の理由で人を殺してしまった場合の殺人や、重量以上の窃盗、他人の妻との不義密通、要は不倫だな。ちなみに不倫された夫は相手の男を殺しても無罪とされた。あとは盗賊や強盗だ。窃盗や不倫でも問答無用で死刑なのねー。日本人が不倫に厳しいのもこのせいかもね。
執行後、斬首された遺体は刀の試し切りに用いられ、その後穴に埋められるか捨てられる。遺族の引き取りはできず、個人を弔うことも許されていない。また腑分け、いわゆる解剖でも利用され、骨や内臓、人肉は漢方薬として利用されたとも言われる。死体から薬を作ってたのか。死罪は、6種類ある死刑のうちの一つで、今でいう死刑とは少し意味合いが違う。斬首された後の遺体は、刀の試し切りで利用された。いや、まあ死体なんだけど。なんか残酷に感じるわねー。刀の切れ味は巻き藁、畳表、青竹を使って試されたが、実際の人間を用いて試されることもあった。試し切り役はお試し御用と呼ばれる者が務めていたそうだ。人を切るためのものではあるけど、なんとも言えないわね。次は火災だ。処刑方法は火炙りで、処刑前は市中引き回しとなった。罪状は放火で、たとえぼやであっても江戸時代は木造家屋のため、一度火事になると町全体が火の海となるため大罪とされた。火事と喧嘩は江戸の花っていうくらいだし、火事がそれだけ多かったんでしょうしね。刑の執行後、絶命した後には、男性は陰部、女性は乳房に焼き印を押された。焼けた遺体は3日間放置され晒され、その後、遺体は穴に埋め捨てられる。火の罪を火の刑で、っていうのはある意味わかりやすくはあるわよね。市中引き回しは罪状が書かれた札と共に市内をめぐり、晒し者として扱われる。共犯がいれば連座で引き回され、その後刑場で判決結果の刑を受けることになった。本当に重い刑だったのね。そうだ。焚き火の上に罪人を立たせ、体全体を覆うように蚊帳を巻きつけて焼く。家計は猛烈な暑さで皮膚はただれ、呼吸をすると喉の奥まで火が入ってくる。なかなか死ねないのよね。あまりにもむごい状況であるため、火をつける前に殺してしまうことも多かったそうだ。処刑後の片付けは、身分制度で低い立場であった否認によって行われていた。処刑人さえひるむひどさだったのね。次は斬首だ。もともとこの獄門は死罪の付加刑として存在していた。だから斬首刑だけじゃなく晒し首、財産没収、刑が重い場合、市中引き回しが付加されることもあった。首を落とす処刑法に、いろんな刑が加わったものってわけね。罪状は、主人もしくは主君の縁者への殺害、地主や家主の殺害、強盗殺人などの悪質な殺人、関所破りに加担した者、また関所破りをした者、偽のはかりやマスの製造などだった。はかりやマスか。年貢に関わることだから重罪になったのね。斬首された首は獄門台と呼ばれる五寸釘が打たれた台に首を刺し3日間晒された。首の横に名前と罪状の書かれた立て札があり、首は3日で捨てられるが、掲示板は30日間残された。遺族の引き取りは不可とされ、個人を弔うことも許されていない。なんで獄門っていうの？獄門の起源は平安時代だそうだ。平安京には牢獄が東西にあり、罪人を斬首した後その首を牢獄の門の前に晒したことから獄門という名前がついたらしい。これも門の前に置くってことは、晒し刑だったのね。江戸時代には晒し首専門の獄門台が開発され、江戸の庶民は誰でもこの獄門を無料で見ることができたと言われている。そのため、怪談めいた見せ物として広く知られるようになったそうだ。そんなの見たら夜眠れなくなりそうだけどな。次は貼り付けだ。縄で柱にくくりつけられ、槍で何度も刺し殺すというものだな。処刑前には市中引き回しが行われた。どんな罪で貼り付けにされたの？罪状は主人や親の殺害、主君や師匠の殺害、内通した夫殺し、罪を着せるための虚偽の申告、強盗殺人、関所破り、偽金作りなどだ。絶命した後は、貼り付けにくくられたまま放置され晒され、その後、遺体は穴に埋め捨てられた。かなり重い罪の処刑方法だったのね。当時の封建体制を揺るがすような犯罪者は、重大な反逆を犯した極悪人として貼り付けの刑となった。男性は足を開き、女性は慎みを重んじて足を閉じさせられた。こんな状況で慎みって言ってもなぁ。一度だけではなく何度も何度も槍を刺すので、腸や内臓が出ることも多かったようだ。最後はとどめの槍と言われ、喉に一突きし絶命させた。こちらも処刑後の片付けは、身分制度で低い立場であった否認によって行われていた。こちらもなかなか絶命できなさそうで辛そうねー。受刑者を杭に縛り付け、左右の脇腹から肩にかけて槍を突き刺す。これを何度も繰り返すことで多くの人は絶命するが、最後に喉をついて絶命させるとどめの槍があったんだから、とてもむごい処刑方法だったんだろうな。こちらも処刑人にも負担が多そうな処刑ね。各地の刑場でこんなことが行われてたのか。やばい処刑場5001、鈴ヶ森刑場。じゃあここからは特に江戸時代に有名だった刑場について紹介しよう。まずは鈴ヶ森刑場だ。鈴ヶ森刑場は、東京都品川区南大井にかつて存在した刑場で、江戸時代には、江戸の南の入り口となる東海道沿いに設置されていた。やっぱり人がたくさん通る場所にあるのね。
ちなみに江戸の北の入り口である日光街道沿いには小塚原刑場が設置されていたぜ。霊夢の言うように、江戸に入る人たち、特に浪人への警告を与える意味も含めこの地に設置された。付近に鈴ヶ森や旗があり、その社に鈴石があったことから鈴ヶ森と呼ばれたそうだ。名前は軽やかなのにねー。ここ鈴ヶ森刑場では、220年の間20万から20万人の罪人が処刑された。鈴ヶ森処刑所は当時東京湾沿いにあったことから、海で水濁が行われた記録も残っている。ちなみに最初の処刑者は慶安の変の首謀者の一人丸橋中也とされている。何をした人なの？慶安の変とは、由井正雪という人物が幕府に対して謀反を企てた事件のことだ。慶安の変が起きたのは1651年、ちょうど四代将軍の徳川家綱が将軍位に就いた年に起こった。ふんふん。それ以前、江戸時代初期は武断政治といい、幕府が大名たちに対して厳しい対応をとっていた。改易や原稿などの処分もしばしばあり、改易された大名に仕えていた家臣らは浪人となった。お家の都合で仕事がなくなった武士がたくさんいたのね。この武断政治に加え、それ以前に起きた関ヶ原の戦いなどもあり、多くの浪人が存在した。このような状況を変えようと幕府転覆を考えたのが、由井正雪だ。そしてこのことが、幕府へ不満感を持つ浪人たちの支持を集めた。なるほど。クーデターを起こそうとしたのね。計画は、槍の達人であった丸橋中也が浪人を率いて幕府の火薬庫を爆発させた後、家綱を人質に取ると同時に、由井正雪が京都で天皇を連れ去る、というものだったが、江戸を担当していた仲間の一部が、由井正雪の計画を幕府に密告してしまう。天皇を連れ去るってすごいわね。まずリーダーだった丸橋中也が捕らえられたが、中也は槍の使い手だから抵抗すると考えられた。そこで中也の自宅の外で青竹を燃やし火事だと叫んだ。中也は丸腰で出たところを捕獲された。結局、中也は母や兄らと共に鈴ヶ森刑場で貼り付けにされた。貼り付けか。さっきあったように国家の転覆を狙う重罪人に対する処刑だったものね。他にも有名な人物だと八百屋お七がいるな。こちらは放火で有名ね。この鈴ヶ森の刑場だけにあったと言われる処刑法は火炙りと貼り付けだ。それに使われたという台紙が残っている。現在の刑場跡は、国道15号線に面した大教寺の敷地内にあり、刑場には首洗いの井戸がある。そこで首を洗ったってこと？首を洗うというか、血しぶきを洗い流したり敷地をきれいにしたりするのに使用されたんじゃないかな。どっちにしろ悲しい遺物が残る場所なのね。ヤバい処刑場5000に、粟田口刑場。次は江戸を離れて京都の方を見ていこう。粟田口は京の七口の一つ、東海道から京都の町への入り口にあたる。そして、このような大きな街道筋の町外れには決まって刑場が置かれていた。処刑は見せしめにするのが重要だったものね。粟田口刑場は江戸時代より前から刑場で、約1万5000人ほどが処刑されたと推測されている。有名なところでは、天王山の戦いに敗れて殺された明智光秀の遺体が晒された場所でもある。そうか。京都は歴史上の人物がたくさん処刑された場所でもあるものね。また京都のキリシタンを処刑したという記録も残っている。さらに江戸時代には毎年3回この地で処刑が公開されたそうだ。なんか恒例行事みたいになってたのかしらねー。供養として、京都の各宗派寺院が1000人ごとに供養碑を建てたと言われているんだが、その数は幕末まで25基になっているから、相当な人数が処刑されたんだろうな。1万5000人か。当時の人口からするとすごいわねー。粟田口の刑場は明治維新後に亡くなり、1872年には粟田口解剖場が置かれた。記録によると、解剖場は四面がガラス張りの建物で、翌年に軽視した4名の解剖が行われて多くの医師がその様子を観察したとされている。へぇ、医療に近い場所になったのね。ヤバい処刑場5003、今村刑場。今村刑場のある場所は、島原街道が通り、島原半島南部への出入り口となっていた交通の要衝だ。島原城追記の頃から、刑場が設置され、交通の要衝で見せしめに晒し首にしていた。島原か。島原の乱を思い出すけど、関係あるの？もちろんだ。島原城を追記した松倉重政は、6高4万3千石でありながら、10万石の大名の城に匹敵する分不相応な規模の城を築いたため、過酷な税の取り立てで、島原天草一揆の原因を作った。もちろんキリシタンも弾圧してたのよね。そうだ。江戸幕府のキリシタン弾圧政策に従い、1621年には潜伏キリシタンへの弾圧も始め、1622年には今村刑場でイタリア人宣教師ナバルロ神父、クレメンテ・キュエモン、ディオニシオ・フジシマ、ペドロ・オニズカなど大村養信者56人の家計を行っている。当時の島原は地獄ね。ナバルロ神父に対しても、当初、南蛮貿易を重視することもあって、
松倉重政は密かにマカオに逃すことを考えていると伝えていたが、幕府の強硬姿勢を受けて、方針を転換させ、家計にした。ああ、重政にも乗っ引きならぬ事情はあったのね。まあそうだが、松倉重政の潜伏キリシタンへの回収を迫る拷問は凄まじく、指を切り落としたり、雲仙地獄で熱湯をかけるなどの仕打ちで多くの信徒が命を落としている。本当に拷問って残酷ねえ。眉山崩壊という大地震では一旦埋没したが、埋没地の北の淵に位置していたことから、引き続き処刑場となり、明治3年まで使われていた。明治3年、最後の処刑者がお糸であったのでお糸が墓とも呼ばれている。最後が女性だったのね。ちなみに、お糸が処刑された時に湧き出した地獄が雲仙地獄のお糸地獄で、現在は温泉卵の雲仙地獄工房があるぜ。なんとも言えない味わいのある温泉卵になりそうね。やばい処刑場5004、石見銀山刑場。次はちょっと変わった刑場を紹介しよう。16世紀、石見銀山は世界有数の大銀山として知られ、ヨーロッパの地図にも記載されていた。世界中に有名な土地だったのね。石見銀山で生産された銀は海外で相馬銀相馬プレートと呼ばれ、上質の銀で知られていた。17世紀初頭では年間20万キログラムと推定され、世界の生産高の3分の1を占める。すごいよねー。戦国時代では大内氏、雨越氏、毛利氏によって争奪戦が展開され、毛利氏が制したが、江戸時代には幕府直轄領となり幕府の財源となった。銀山旧記によると、最盛期には20万人もの人々が暮らしていたそうだ。江戸が100万都市だったっけ？そうだな。江戸が大都市となった時代、江戸の人口が100万人と言われているから、石見銀山周辺だけでその5分の1ほどの人口がいたことになるな。じゃあ江戸と同じように人口が多いと、処刑される人も多くなるんだろうな。江戸時代、石見銀山の周囲には柵を巡らせていたので、銀山柵の内と呼ばれていた。さらに柵から街道に通じる10カ所の出入り口に番所を置いていた。番所の位置は時代により変化があったようだ。まあ誰でも入れるようにするわけにはいかないものね。番所では、商人が物資を運び込むと税を徴収したり、人の出入りを監視していた。不正に銀を持ち出した甲府は、公開処刑場で斬首や貼り付けにされたと言われている。銀だものね。それくらい厳しくしないと盗掘させちゃうんだろうな。さらに石見銀山には千人壺という悲しい場所も残っている。千人壺は銀山の銀を盗むなどして処刑された罪人の遺体や回復の見込みのない病人、伝染病が疑われる患者などを放り込んだと伝えられている場所だ。数えきれないほどの遺体を放り込んだため千人と命名された。刑を犯してなくても悲惨な運命が待ってる人がたくさんいたのね。ところがこの刑場も千人壺も、今の石見銀山の観光マップとかには載ってないらしいぜ。どうして？どうしてだろうな。世界遺産になったから、あんまり表に見せたくなくなったのかもな。そりゃ残酷な歴史ではあるけど、これも歴史の一部なのにねー。やばい処刑場5005、小塚原刑場。最後は歴史的な刑場を見ていこう。小塚原刑場は、江戸時代に大和田刑場、鈴ヶ森刑場とともに三大刑場と言われた処刑場で、明治初年に廃止されるまで、ここで処刑された人は約20万人と言われている。20万人？だから現在、この小塚原刑場跡は史跡に指定されている。戦後は周辺が急速に開発されたが、工事で地面を掘り返すとたびたび人骨が見つかった。1998年にも鉄道建設工事で105体分の人骨が見つかったそうだ。へえ、今でも骨が見つかるのか。ちなみに骨通りは地元商店街の名前にもなっている。小塚原処刑場にある栄光院が面している骨通りという道は骨に由来するとも言われる。本当は小塚原から取ったようだが、刑場という歴史があるから、そういう話が出るんだろうな。骨通りとしては何とも言えない話ね。そして小塚原処刑場にまつわる地名といえば、漫画明日の城でおなじみの涙橋だ。涙橋という名前は、罪人が牢を出て小塚原刑場へ連れて行かれる際にこの橋を渡り、駆けつけた家族がひっそりと涙しながら最後の別れを惜しんだからと言われている。城とは違う涙の話なのね。小塚原刑場での死体は丁寧に埋葬されなかったため、夏になると周囲に臭気が充満し、野犬やイタチの類が食い散らかして地獄のような様相だったそうだ。そうよねー。晒し刑にするから、余計にひどいことになってそうよね。この有様を見た墨田区の栄光院住職が、刑死者を供養するため創建したのが常陽堂で、その後、小塚原栄光院となり処刑された罪人を葬った。現在、小塚原刑場跡地には、小塚原栄光院から独立した延命寺があり、罪人を供養するために造立された首切り地蔵が安置されている。
首切り地蔵か。だから当時は涙橋で最後の別れをして、延命寺のある小塚原刑場で処刑され、エコー院で埋葬供養されていたわけだな。埋葬や供養が禁止とされてた刑もあったけど、やっぱり何もしないわけにはいかないわよね。このエコー院の墓地は、小塚原刑場跡として文化財となっていて、一般の墓地と完全に分けられている。その中で有名なのが、井伊直弼による安政の大獄で処刑された有名人たちで、最も知られているのが明治維新への精神的指導者と言われる吉田松陰だ。へえ、吉田松陰のお墓があるってこと？史跡の一番奥に鎮座しているが、1863年に高杉晋作らによって世田谷区若林に改装され、その地に松陰神社が建立されたので、ここには当時の墓石だけが文化財として保存されている。それでも歴史を感じる場所ではあるわねー。その他には、開国派として危険視された橋本早苗、幕末期の儒学者で有名な儒学者来山陽を父に持つ来三木三郎といった、幕末の重要な思想家たちの墓所がある。幕末志士たちがいっぱい眠っているのね。ちなみに政治犯であった彼らの処刑は、小塚原刑場ではなく天馬町牢屋敷だが、罪人として移行院に葬られた。だが明治維新を生み出すきっかけとなった歴史的な弾圧事件と、その中心人物である3人が今に伝える幕末史では重要な墓所ではあるな。本当ね。それだけじゃなく幕末の歴史的暗殺桜田門外の変の犯人たちも眠っている。安政の大獄で反対派を処罰した井伊直弼に対する不満は、日々膨れ上がり。1860年3月3日、雪に見舞われた江戸城桜田門付近で元水戸藩士によって井伊直弼が暗殺された。こちらも幕末の事件ね。この時の元水戸浪士たちの総指揮者が石鉄之助で、実際の襲撃には不参加だったが、襲撃後、全国で潜伏中に捕らえられ残罪された後、ここへ公園に埋葬された。桜田門外の変は、歴史上に重要な事件だが、ここには石鉄之助をはじめ多くの元水戸浪士たちが眠っているんだ。桜田門外の変にも関係するのか。さらに1936年の昭和のクーデターに二六事件にも関係している。昭和にも繋がるの？ここに埋葬されている磯部朝市は、行動派青年将校グループの中心人物として知られ、栗原康秀らと共に二六事件の計画指揮に当たった。事件後の軍法会議で死刑を宣告され、1937年銃殺刑に処された。ここにも時代を動かす歴史が潜んでいるのね。安政の大獄、桜田門外の変や二六事件などまるで歴史の教科書のような寺院だが、その一方で教科書には出てこない有名人もおり、その代表格が悪役4人組だ。すごい名前だけど、どんなメンバーなの？明治初期の希代の悪夫として知られ、最初の奥党毒殺後、各地を放浪しながら悪事を重ねた高橋おでんや、江戸時代の侠客で、喧嘩で深手を負った自分の片腕が見苦しいと、古文にノコギリで切り落とさせた伝説の持ち主腕の木三郎などが埋葬されている。すごいエピソードを持つ悪人ねー。さらに江戸時代後期に大名屋敷を専門に荒らした有名な窃盗犯ネズミ小僧次郎吉。通称なお侍と呼ばれた江戸後期の子悪党で、高知山宗春と共に悪事を働いた片岡直次郎などもいる。ネズミ小僧は知ってるわよ。こういった一癖も二癖もある罪人が、すべて小塚原刑場で処刑され、エコー院に葬られた。ネズミ小僧次郎吉の本来の墓は墨田区のエコー院で、この墓石は義賊に恩義を受けた人々が建てたと言われている。罪人ではあるけれど、愛すべきヒールだったのかもね。さらにエコー院の壁には、歴史の教科書で見覚えのある、あの杉田玄白の解体新書の扉絵がついた記念碑がある。解体新書？どうして？後の解体新書作成のお手本であるターヘルアナトミアの人体解剖図を検証するため、前の領宅、杉田玄白らが小塚原刑場を訪れたことを記念して作られたんだ。そうか、刑を受けた人が解剖に使われるって言ってたものね。当時、一般的に人体の解剖はご法度だったが、ここでは特別に刑死者の解剖である不分けが行われており、解剖は虎松の祖父と呼ばれる老人が肺、心臓、胃などを正確に切り分けて二人に説明したそうだ。ええ、人体に詳しい人がいたのねー。この様子がターヘルアナトミアの解剖図と一致していたことから、領宅や玄白はその後、難解なオランダ語の翻訳に苦しみながら解体新書を作り上げた。虎松の祖父の正確な技術と解剖が、学者の研究と結びついたのね。そうだ。西洋医学が紹介される前に、人体解剖の技術と主要な臓器の知識があった虎松の祖父の不分けが、日本の近代医学の出発点となった歴史的な形状でもあるんだ。罪人には気の毒だけど、日本が進歩していった場所でもあるのね。どうだった霊夢？オカルト的な目でしか見てなかったけど、それ以上のものがたくさんある場所でもあったわ。そうだな。語られることは少ないが、歴史が動いた場所でもあるし今の警報にもつながる重要な場所でもある。
こういう場所は避けがちだけど、しっかり知っておかないとね。どうしても日本人には汚れの考えがあるからな。でも土地が汚れることなんてない。どの場所も今の日本を作った重要な場所なんだぜ。ということで今回の解説はここまでだぜ。次回もぜひ見てくれよな。チャンネル登録高評価もよろしくね。ご視聴ありがとうございました。